さあ、ロマサガーレースやっていきますということで、まあ、前回ね、あの学園コスチュームのね、ブルーを引いて、まあ、ロマサガーレースの高難度をオートでしかやらないんでわかんないですけど、あの個人的になんか羊属性って今なんかすごい強いイメージあるんですけど、まあ、ブルー加入でより強くなったんじゃないかなと思って、ちょっと1ヶ月ぶりくらいにね、あの羊属性パーティーで、ちょっと230回かな、230回で止まっていた、螺旋回路をね、やったらね、全力オートで一応270回まで来ましたね。270回なんかね、永遠に終わんないんで、なんか画面見てたんですよ。なんか30分くらい経っても終わってなくて、画面見たら、なんか相手に与えるダメージがなんかね、なんか3桁みたいな、100みたいな感じになってて、これ永久に終わんないなと思って、まだラウンド1だったのに。270回はとりあえず全力オート、何にも考えないで全力オート。何も設定してないです。回復だけ入れてるか。回復だけ継承させて全力オートですね。ちょっと調べたら、なんか同時に倒さなきゃいけない系なのかな。だからなんてやろう、あの技の継承を考えないと単体攻撃なしみたいなね、そんな感じにしないとちょっと全力オートではいけない気がしますね。何度も言うけど、あの自分はあの技のスクロールがめんどくさいんでね、あの戦闘 UI のテコ入れが入るまで全力オート以外でやるつもりはないんで。そして、螺旋回路で石が補充されたんでね、今回はウルピナ編行きましょう。まあ、ウルピナのドットは前の方がいいっすね。3点。お、アルドラ結構いいじゃないですか。3点。神。なんか前回チャリでしたよね。あ、自分持ってるはチャリの神。なんか神がなんかネタ枠みたいになってますけどね。コスチュームもネタ枠ですね。3点。今回のあの学園ダブルガチャで一番見たかったウルピナのイラスト。いや、この人になんかいろんな人描いてほしいっすね。まあ、アルドラは漫画チックなやつ。3点。漫画っていうかアニメチックなやつ。で、いつものキャラクターに紐付けされてるね。違う人で見たいんですけどね。神。違うんですね。思ったんですよ。なぜか知んないけど、ロマサガーレースってさ、イラストレーターとキャラクターが紐付けされてて、なんか同じキャラを同じ人ばっかが描くんですけど、このおかげで、自分最近あの、パーティー組んでと思ったんですけど、自分要望でね、あのガチャの実装順っていう要望をお願いしてるんですけど、ずーっと。なかなか来ないですけど。あの、書いてる人が同じだと、いつのキャラクターだかわかんないですよね。これ弱いやつだっけな、強いやつだっけな、みたいな。そう思いませんか。特にアルベルト、そう思うんですよね。神はまあイラストを普通に、この人なんか村が激しいですけどね、基本的には上手いですよね。4点。まあどうなんだろう、性能は全くわかんないですけどね、引けたら見るんで。だウルピナやっぱり欲しいっすよね。探すかやったことないんでわかんないんですけど。ウルピナのデザインっていいっすよね。しかもまさかのコンボっていうね。そういう意味でもやっぱウルピナが一番欲しいかな。2番手神、3番手アルドラって感じですかね。さあ、1.5 周年からね、無課金になったガチャルールは、マックス30連でね、何かしらの新キャラが出たらね、そこで終わりってルールですが、今年から配布が多いんでね、何かしら SS 出る、何も出なかったら SS 出るまではガチャやるっていう。ルールを付け加えてるんですけど、今どの道30年分しか石がないですね。前回の佐賀魂でね、だいぶ持ってかれちゃったんで、SS でなくて。さあ、珍しく10連目から SS 確定。神かウルピナってとこかな。ウルピナ率 70% くらいあると思う。神率 30%。 アルドラまさ、珍しいね。なんか最近自分なんかちょっと衰えてるな。いや、結構初めてじゃないかな。なんでここまで外したの、予想を。長いことロマサガーレッツやってきてますけど、こう盛大に出てくるキャラクターを外したの初めてかもしれないですね。自分の最初のアルドラ以外持ってないですね。久しぶりのアルドラですね。まあ、火属性も最近なんか、陽属性と同じで、なんか火属性特化型のキャラクターってやたら多いじゃないですか。自分結構火属性のキャラクター弾けてるんで、まあありかもしれないですね。まあ最近流行りのオーバードライブ系のキャラクターですね。自分何度も言うけど、全力オートでしかやらないんで、このオーバードライブを使うことがないんですよね。自分にとってこのキャラクターは活かせないですね。あの運営にはずっと要望してるんですけど、あのオーバードライブも自動発動、なんでやんないのかわかんないですね。全力オートで。
そろそろこんだけオーバードライブ使うキャラクターが増えてるんだからさ、もう全力応答でオーバードライブね、本当にそろそろやってくんないと困りますよ。まあ、手動でやる分には本当にね、いいキャラクターだと思いますよ。サポーターっすね。ただもし全力応答でオーバードライブを発動してくれるようになったら、一気にバゲますね。そんな感じで、まあ今回言いたいのはね、みんなも言ってください。運営にしつこく。しつこく言えば絶対なんとかなるんで。全力応答でオーバードライブの自動発動ね、みんなで要望しましょう。そんな感じで、どうもありがとうございました。